こんばんは。11月12日木曜日の夜でございます。平山茂と申します。皆さんよろしくお願いいたします。本当に皆様、本日はお疲れ様でした。木曜日です。木曜日が終わります。まだお仕事中の方もいるかもしれない。まだね、いろいろやってる方いらっしゃると思います。でももう木曜日が終わります。ね、本当にお疲れ様でした。そして明日は金曜日、あと1日です。頑張りましょう。気合い入れて、気合大丈夫です。気合も入れて、全部込み込みで楽しくいきましょう。楽しくいきましょう。本当にいきましょうね。一緒に大丈夫ですからね。大丈夫だよ。大丈夫だから、本当に大丈夫。大丈夫ですから。ね。大丈夫ですよ。大丈夫。本当に大丈夫だから。あと一日頑張れば、週末でございます。週末のご予定は入れてらっしゃいますか？まだ入れてないということは、もう、早く、もう今日のうちに、寝る前に、いろいろ、誰か連絡したり、自分のね、プラン練ったり、ワクワクしましょう。ワクワク。週末楽しみですね。僕もっていうか、僕はまだ予定が決まってません。ちょっとね、早急に予定を入れて、新しいね、カメラの動画の確認とか、動画のいろいろテストも含め、お出かけはすると思います。間違いなく。あと、お出かけ用に私、この、しげるキャップ、S ね、この S が、シゲルの S ということで、お出かけ用のキャップも手に入れましたので、これをこれからかぶって、いろいろ街に、地球を回りたいと思います。このキャップをかぶって。地球見聞録ですからね。同時進行で、毎日この、大丈夫だよっていうのは言い続けます。何があっても言い続けます。やり続けます。もうやめろと言われても、やり続けます。とにかく、あなたに大丈夫って言いたいだけですけど、大丈夫なんで、大丈夫だから。大丈夫だよ。ね、大丈夫だから。大丈夫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 だから。じゃあまた明日、金曜日、明日一日。たったの明日一日頑張ればっていうところもあります。ね。土曜日もお仕事の方もいらっしゃるでしょう。学校があるという方もいらっしゃるでしょう。でも、あと一日、とにかく頑張りましょう。今日乗り越えたということは明日も乗り越えられる。それではまた明日。また明日会いましょう。明日も大丈夫だよ。言わせていただきます。しげるでした。どれぐらい撮れてるんだ、これは。この辺も映ってるのかな。イェイイェイイェイ。バイバイ。